どこから行くことになるんだろうこれ。ここは大丈夫、ギリギリをちょっと見ていこう。まだ大丈夫まだ大丈夫、ここきつくないもん。あー、あの外側のあの円のとこからもうスタートかな。こんにちは、土の子です。さあ今回はですね、スーパーマリオサンシャインマーレの入り江やっていきましょう。瓶の中の赤コイン見てみましょうえ、その中ってこと？瓶の中ってまた小さい世界が広がってるの？瓶の中に。わかったんじゃよマリオ殿。何がって海の汚れの原因じゃよ。そしてこの問題を解決できるのは例によってマリオ殿あんたしかおらんのじゃが、そのためには海の底へ潜ってもらわねばならんのじゃよ。そこでじゃ、さすがにいきなりでは心配じゃろうから、ちょっとこの中で練習してもらおうと思うんじゃ。ほにゃべらパラペラピョーン、そいつをかぶっておけば少しだけ息が長く続くはずじゃ。ポンプで移動しながら赤コインを集めてきておくれ。ただし無理は禁物じゃよ。では始めるとしようかの。え、本当にそうなの？どんなおじいさんなんこれ。やば、わお、あるあるある、ちょっと待って、なんでピューンって、え、なんか、え、どういうこと。ちょ、食われた、ちょ、食われんね、ちょっと焦らせないで、まあ、つって。ここ、あ、なんかピューンって、あの穴に、なんか秘密があるんか？ここ。4。ここにも。5。うーわ、マジ取れなかった。最悪。ねえ。あ、取れそう。いや、取れないな。きつ。よし、取れた。6枚。待って、あと、どんぐらいある？もうあんたどういう食い方されてんだよ。あったあった、ちょっと待って、あった、魚群の中にあった今。よし、残りはあそこだけ取れねえあー、いたイライラしたら負けだぞ。取れてねえのあれ今取れたでしょ。ちょーもやばい、なんでここだけそんな取れないの。よーし、できました。よっしゃ、オッケー、水中移動もなんとかできるようになってきましたよ。ヤッフー。サングラスとかっていつ使うんだろうね。これのことじゃないの？この太陽を見たら行っちゃうサングラス。次は巨大ウナギの歯磨き。歯磨き？あら、すごい綺麗な滝。こんなとこにウナギが？マリオさん、いよいよ海の底に出発ですね。じいちゃんが上で待ってますよ。これをかぶってくるようにとのことですので。あら、これか。なんでそこ行くのにこんな上登るの？おお、勝手に上上がんないでびっくりした。準備はできたようじゃな。海の汚れは巨大ウナギの仕業だったんじゃ。わしならマーレ族のふるさとでもあるこの海の底に
虫歯を患った大きなウナギが住み着いてしまってのすげえな、そんなことまでわかんの。汚れをまき散らせておるのじゃよ。ちょっと下を覗いてみなされ。どれどれ、青コインがあります。うん、汚れてきったこの入り江も滝が戻ったおかげで一つだけ綺麗な穴が開いたようじゃが、そこが入り口じゃ。海の底に潜ってウナギの虫歯を綺麗にしてやってくれ。そうすればやつも元いた場所に帰っていくはずじゃ。わしがそういうのだから間違いはないぞ。さあ勇気を出して飛び込んでみるのじゃ。へえ、飛び込んでみるか。その前にこれちょっとできたら取りたい。あー取れなかった。うん、入った。うすげえ、なにこれ、地下神殿みたいな。なんだこれ。はい、え、いるぞ、なんか。いる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 。なんか何やら毒性の強いものが漂っているようです。これか。どうしたらいいの、どうしたらいいんだ。おーおーおー、ちょ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 、あ、なんか絶対やばそう。虫歯菌に覆われているようです。あーすごいすごいすごい、本当だ。これをこれをきれいにすんの。え、待って、これで回復できるんか。はい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 、わかったわかったわかった。大丈夫か、綺麗にしてやっからな。よし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 。虫歯つらかったんだろなあ。つらかったんだよな。綺麗にしてやっから。なかなか綺麗にできねえな。なんか金歯みたいなない。あー閉じちゃった閉じちゃった。どうして閉じるの。コイン取っとくか。やば、綺麗にしろ綺麗に。よしよしよし、ナイス。え、歯取れてね。おい大丈夫か。抜歯しちゃった、勝手に勝手に抜歯しちゃった。かわいそう、痛いよ抜歯は。何が始まってんのこれ。痛がってんでしょう。虫歯綺麗にしましょうね。あー取れた取れたね。どんどん取れてってる歯が。歯抜けになってんじゃねえかよ。取れポインよ。ムーンウォーク。いやーちょっとずれんのむずい。なったなった、綺麗になった、なってるなってる、キラキラなってる。近いぞもう。どんぐらい近くに行って、あ、どう、綺麗になってるなってる。やばい、ちょっと待って、今度ここ綺麗にしろ。これだ。あー虫歯虫歯虫歯、これはでかいぞ。あ、暗いです、怖いで、食われたの、ふざけんなって。もうあとちょっとなんだから、びっくりした今。殺されたんだと思った。なんか綺麗にしたのが綺麗じゃなくなってるよ。綺麗になるなる、もうよし、歯を大切にしましょう。あ、金歯が抜けた。やったのか？やったー！
いやー、息が苦しかったですね。しっかり落ちていこう。なんか青コインない。青コインじゃない、影だった。やりました。ふぅ、イエス。あー、なんとかできましたね。次、泳げモンテマンレース。あー、モンテマンレースの泳ぎバージョンか。ここでふるさとを離れたいって者たちも戻ってくるじゃろ。あんたのおかげじゃよ。ところであれはあんたの知り合いかね。やだな。おかげさまで海もきれいになりました。こいつか。私はモンテマン、向こうの旗まで。どこ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 。あそこか。どちらが先に着くか競争だ。ちなみにこれまでのベストは40秒だ。準備はいいかな。ちょっとやめて。負けないぞ。この旗でしょ。はい、勝った。勝ったぞ。んー、なかなかやるな。まあ、あのノズル使っちゃったけど、君のこと少し見くびっていたようだ。もう一度鍛え直してくるよ。楽勝ですね。なんかすげえ難易度下がってる気がする。いや、自分が上手くなってるのかな。イエス。貝の中の秘密。アスレチックだろこれ。ほう、あの中に入れと。何、どうやって行くのあんなとこ。リオ殿、あんたわしの予想以上に大変なことに巻き込まれておるようじゃの。あの塔のてっぺんに別の世界の入り口が現れたんじゃよ。行くんじゃろ。大変じゃろうが頑張ってきておくれ。出てくの。あー、そこから行くんか。え、ちょっとなんで、嘘でしょ。また行くのにこれ一苦労パターンじゃん。普通に当たっていっか。いや、一応やっぱ行った方がいいか。あ、怖っ。落ちたくねえ絶対。これでぐるぐる、ちょっと怖い。落ちたくない。簡単に落ちるからな、これ。はいはいはい、あれだ。すいません、ちゃんと上まで行こう。上までぐるぐる回って、綺麗なとこだね。うわ、怖い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 。あ、これ よし、乗れた乗れた。で、行くのはあそこで、ここか。あそこに乗んなきゃいけないのか。いや、いけてる？あー、いけた！よかった！おー、勝負だぜ！こうか。はい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 。待って。ワンナップありませんか。頼む。
うわ、ない。ないんか。あー、うっそね、ちょっとやばい。なるべく真ん中に飛ぶ。うっそ、うわ、やばい、これ。あー、ちょっと、もう、なんでできないの。嘘でしょ、ほんと。嘘でしょ。きつ。落ち着け、落ち着けばできる。ほら、で、ここで行っちゃってたから行くね。いや、どうやって行ったらいいのこれ。うん、いや、いける。おっしゃ、しょ、ちょ、もうワンナップ欲しい、マジで。あったおっしゃ、これでかい。これは壁キック。はは、最悪おい、タイミング見んのクソむずくね。ワンナップは見つかったから、なんとかあそこの前半の関門さえ突破すればワンナップできる。ここで死ななければ OK。 あぶねえ、怖っ。よし、あ、これは、これ何、ここ壁キックできんのこれこれ何この棒何うわ、びっくりしたちょっとね、捕まらして。あーね、捕まるのも一苦労なんだけどお、ふざけんなって捕まってジャンプするだけでなんでこんなクソ難しいの。やっぱりこっちじゃないの。あー、いけた。とりあえず撃っとけ。これはこれは一体。あー、いける。あ、危ねーこうはい。こう進んでって、あー、いけた。怖え。あ、もうキラキラ言ってるよ。またミスったり、またミスったり、一からなり、やり直してんだよ。めちゃ怖え、これ。違うの。うん、あ、いけた。どこがキラキラ。おい、まだじゃねえかよはい、くるくる回ってまして。でもこの積み木ブロックは僕そんなに失敗するイメージないな。オッケー、ほい。そんなに落ち着けば全然。あ、でも次逆回転だな。端かも早い。ワンナップありますように。あー、ないか。これ早いぞ、行こう。あ、でもそうでもない。はい、これは次は冷静にやってれば落ちることはないんだよね。おお、出た。よし、これで2つゲットできた。じゃあ次はこうでしょ。あー、なるほど。はい。ちょっと待って、一旦落ち着こう。あー、目回りそう。うん、オッケー、できた。はい、真ん中やって。
はいはいはい、全然全然全然いけますから。やべ、これちょっと予習したい。もう終わりていいんじゃないの。どう、ほいほい、あったいけました。後半の方ほとんどミスらずいけましたね。最初だけが鬼門だった。できるんです、私。あー、アスレチック楽しいわ。できたらめちゃくちゃ楽しいね。はい、ということで今回はですね、ここら辺で終わっておきましょう。今回はなんだっけ、歯磨きが面白かったね。歯磨きのステージと、あとアスレチックステージ、あの後半ねほぼミスなしでできたんでだいぶね適応力が上がってるんじゃないかなと思いました。皆さんはね、あのやってみた時どうでしたか。よかったら教えてください。ということで次回もよかったら見てください。土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。